愛は、風のごとくとは、大川隆法の著作、愛は、風のごとくは、1988年夏頃より、口述からの原稿書き起こしにより作られた。紀元前2300年頃、4300年前の古代イギリシャの歴史を霊的な能力で再現した物語であるとされる。エーゲ海、クレタ島のクレタ文明の英雄、ヘルメスの実像を描いている。 1989年1月より幸福の科学の海内月刊誌月刊幸福の科学に連載が開始され、副題として現代に蘇るギリシャ神話と示されたこの連載には、うぶかた樹日による油絵の挿絵が毎回5から6点閉載された。また、物語の中で登場する古代ギリシャの歌等も同時に再現され、1989年2月号の 母、毎社の歌が、歌唱のカセット、愛は、風のごとく、精霊の歌として販売された。この物語の題名、愛は、風のごとくの由来は、この歌の歌詞の中にある。1991年7月から、学習研究者より書籍化がなされ、カラーの挿絵を含む、愛像版、として出版された。物語の中で登場する古代ギリシャの歌も5曲に、 増えたので、朗読劇と共に1992年に CD 化され、愛は、風のごとく、愛種のアフロディーテの代で販売された。この CD 版での、精霊の歌は、小川智子による歌唱である。その後、月刊誌連載は、毎月継続し1992年3月の第39章まで掲載されたが、ここを最後に救済し未完のままになっている。 1993年12月23日、東京ドームにて、神々の女児試合は、風のごとくの題名で、舞台劇として上演された。この物語を原作として、1994年の映画、ノストラダムス戦慄の刑事の自作としての映画化の話が進む。アニメ映画化のための作画用映像を求めて、1996年からの、 ギリシャ現地取材が行われた。この時の取材映像が、ギリシャエーゲと風の記憶ヘルメスアフロディーテの足跡をたどってと題する VHS ビデオにて発売された。1997年に、ヘルメス愛は、風のごとくの題名で映画化された。原作、愛は、風のごとくは、幸福の科学の海内月刊誌に1989年に1月より、連載が開始された。 毎月1章ずつ継続され、1992年3月の第39章まで掲載されたが、ここを最後に救済し未完のままになっている。また、書籍化に際し、第38章までの収録となり、第39章、エロスの神秘は、単行本未収録のままである。ヘルメス、愛は、風のごとくは、幸福の科学出版による、日本映画アニメ映画で、 1997年4月12日に、東映系で公開された、上映時間は114分。書籍、愛は、風のごとくの、第32章あたりまでを原作として、さらに1996年からのギリシャ現地取材を行い、原作の裏付けのもと、ヘルメスシナリオプロジェクトにより、アニメ脚本となった。制作は、セルガによる時代だったが、随所に、 CG 技術や SFX を使用している。なお、この原作、愛は、風のごとくのストーリーは、次々開作品2003年の映画、黄金の方の中に続いている。配給収入は7.4億円で1997年度の、方が配給収入ランキング8位。1997年度の毎日映画コンクール、日本映画ファン大賞で2位だった。 中央青少年、団体連絡協議会推薦優秀映画館紹介、推薦ロドス島のリンドスにある、古城アクロポリス古城、アクロポリスアクロポリスアクロポリス、三人のアフロディーテを示すとされる壁画クレタ島のクノッソス遺跡、宮殿の柱クノッソス遺跡起源前2300年、頃、4300年前のギリシア、ミノス王が勢力を広げつつあった。 地中海諸国に住む人々は、救世主の出現を待ち望んでいた。そんな時、クレタ島、シティアの王家に、将来、ゼンギリシアの王になると予言されたヘルメスが誕生する。また、地中海のディロス島に生まれたアフロディーテは、7歳の頃から、盲目の母と共に、囚われの王族として、ロドストー・リンドスの城に11年間遊兵されていた。 アフロディーテの美貌と美しい歌声は、近隣諸国にまで伝わり、その噂を聞きつけた、クレタ島の小国シティアの青年ヘルメスは、単身でリンドスの浜辺までやってきて、アフロディーテと恋の歌を交わすようになった。そのうち、アフロディーテは、脱出を企て、ヘルメスに運命を託すことを決意する。満月の夜に二人は出会い、生前の約束を思い出した、アフロディーテの純愛は、 やがて妻としての愛へと変わっていった。結婚から2年が経って28歳となったヘルメスは、リュカルゴスの丘で雲から変化した老人から、ミノス王を倒せという使命が与えられる。ミノス王は、クレタ島中央部にあるクノッソス宮殿を本拠として、周辺の島々を侵略し、シティアの50倍の軍事力を持っていた。ヘルメスは、 アテナイのアイゲウス王の息子テイセウスと同盟を結び、奇襲をかけて、ミノス軍を混乱させた。ミノタウロスの餌食となる人質として潜入していた、テイセウスは、ミノス王の娘アリアドーネの協力を得て、クノッソス迷宮でミノタウロスを倒す。一方、天上界の神々の援助、及びオフェアリスの神から、魔法の杖を授かったヘルメスは、ミノス王を撃つが、 暴君を倒すため多くの人が犠牲となったことに、自責の念を覚えたヘルメスは、オフェアリスの神から2週間の修行を命じられる。反省によって心を清らかにし、瞑想や祈りで神の世界と交流したヘルメスは、指導者となることを自覚した。その後、国づくりのため、政治や経済に、 様々なアイデアを生かしていたヘルメスに霊界の案内をするという妖精パンとアガペが現れた。幽体離脱により霊界へ旅立ったヘルメスは花の妖精たちの世界を見分し、英華界の竜宮界で人魚の湖で泣いている人魚姫デルモーネに出会う。霊界の一部ではかつて地上で戦ったミノス王が悪想念を大量に喰らうことで巨大化し、 闘争の破壊のアシュラ地獄で魔王として君臨していた。アフロディーテの祈りでオフェアリス神の言葉を思い出し、自分の過去世がオフェアリス神であることを悟ったヘルメスは、信仰心により天上界の光の軍勢の奇跡を喚起し、神と一体となって地獄のミノス王を打ち倒す。生まれた息子が異形だったため、これが原因で神を信じなくなってしまった。つまり、 無宗教になって、国々を支配するようになってしまったわけである。歌唱のカセット、愛は、風のごとく、精霊の歌幸福の科学出版 ISBN、4から90万6282から42から3、愛は、風のごとく、愛しのアフロディーテ幸福の科学出版 ISBN、4から8万7688から 871X ハット。 ネオジャパニーズドリーム1993年エルカンターレ最幸福の科学 ISBN4 から876884595ギリシャエーゲと風の記憶ヘルメスアフロディーテの足跡をたどって幸福の科学出版1996年5月26日 ISBN4 から876886997法が配給収入ランキング 工業通信社調べ、1997年、放画作品配給収入、キネマ順法1998年2月下旬号、キネマ巡報社、1998年、168ページ。ギリシア神話関連、ヘルメス、愛は、風のごとくに関するカテゴリー。ありがとうございます。